SCP-485、死のボールペン。アイテム番号 SCP-485、オブジェクトクラスセーフ、特別収容プロトコル。SCP-485 は安全な場所にある鍵で施錠された貸金庫に常にしまわれています。説明、SCP-485 は異常にボタンを押しやすいだけの、標準的な格納式ボールペンに見えます。そのボールペンはダヒジュ博士が生命保険更新時に、うっかり盗んでしまったものです。ボールペンは以前、生命保険会社の代理人のものでした。ボールペンの先端を伸ばすたびに、使用者の知っている人が無作為に原因不明の死を遂げます。ボタンの動きが異常に滑らかなので、起きていることに理解や特に考えはなかった被験者たちが、試験中世話しなくペンをカチカチしていたことに注目が集まりました。ダヒジュ博士がぼんやりとデスクでペンをカチカチと押していた時に、話の途中で博士が倒れて死亡したことが最初の発見でした。ダヒジュ博士は、職場先を含めた、通常連絡が取れる場所にいるはずの彼の妻に電話をかけ、応答がないことがわかりました。管理者は少し驚いた顔のまま死亡していました。そのボールペンは、簡単な追跡試験をして、SCP と認められました。ペンの作用は、基地の、で、彼が収容されて以来であった。生存中の人間は全部で39人しか知らない孤独な D クラス職員により確認されました。前述の人員が残った被験者の 90% 以上を SCP-485 の操作によって殺害しました。彼らはすべて基地の同じ宿舎から選ばれていました。試験用の生きた人員を獲得する手続きは、選択過程でさらにランダム化が必要とされるように更新されています。ほい、最近、ダヒジュ博士の友人、家族ほぼすべてが巻き込まれた個人的な悲劇が原因で、SCP-485 はこれにより非個人の貸金庫内に管理されることになりました。メモ、あいつはずっと、あの忌々しいクソったれたカチカチを一応デスクではやっちゃいねえ。今度はあいつが泣き叫ぶのをやめてくれやーな。ブライト博士。